いい感じに使ってますねこれね。液体が使ってるところが一番味濃いんだよね。どうも料理料理さん、ジョージです。ということでですね、僕はですね、夏野菜ね、せっかくこの時期なんで夏野菜ガンガンやっていきたいなと思いまして、ご飯も酒もどっちもいける無限塩オクラ漬け。今ね、ツイッター界隈はね、漬けがね流行ってて、漬けをやればもう再生数が上がるっていう感じなんで、すっごいそういうの目ざといので、そういうの目ざといので汚い部分を全部見せていくっていうチャンネルになってき、ましたんで、そんな感じで、今回は無限塩漬けをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料説明いきます。まずね、オクラ、これね、結構あります。3パックぐらい買ってきたかな、大体 300g でした。で、あとニンニク、生姜 5g ずつぐらい、あともう調味料は概要欄に書いてありますんで、もうこんな少ない材料ですげえ美味しい、漬けができます。はい、なんでやっていきたいと思います。で、今回はですね、オクラを、漬けにしていくんですけども、オクラを漬けにする前に僕を漬けにしていきます。はい、キュッと絞ってね、レモンサワー召喚、炭酸こぼすっていうね、はい、リュウジの酒漬けを作っていきます。うまい、ご機嫌な僕ができました。早速作っていきます。はい、じゃあオクラ洗いましたんで、でオクラの処理なんですけども、一番先っぽのこのちょっと黒くなってるこの、ヘタの部分切り落とします。うまい方はね、こうやってこうクリ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 やっていくんですけど、結構難しいので、これね、鉛筆削りみたいな感じでね、こうやって切るのがね一番簡単です。こうやって、これが一番簡単。これを全部やっていく。でもしそのめんどくせえよっていう方いたら、ここでストンと落としちゃっていいです。はい、ストンと。ただね、ここもね、一応食べられる部分があるんで、ここをここ削ってあげた方が食品ロス撲滅につながりますんで、こんな感じ。これがね一番早いっす。これした後に塩でね板ずりするとかっていうのがあるんですけども、僕はねしなくていいと思います。はい、茹でちゃうんでね、茹でてそのまま漬けにしちゃって食べるんで、産毛をね取るとか言うんですけども、いらんと思います。はい、めんどくさーと思っても一本ね本当に 数秒で終わっちゃうんだよね。ほら、僕はねこうやって鉛筆削りみたいにした方が多分ねみんなやりやすいと思う。はい、できました。これなんです。で、今ねお湯沸かしてるんですよ。たっぷりのお湯でね茹でていくんでね。はい、じゃあ沸騰させたお湯ですね。はい、でここにお塩入れていきます。塩分濃度 1% ぐらいなんで、これぐらいのお湯だと、これぐらい、味見してください。味見してもらって、これ混ぜたら必ず茹で汁味見、スープぐらいの塩分になってれば、大体 1% ぐらいなんで、でここでオクラね、この大量のオクラをここに入れていって、1分間茹でます。こういうちっちゃい鍋でも平気です。沈めながら茹でてください。1分ぐらいがね、オクラの食感が、まだね残るぐらいでね、非常に美味しいです。オクラ入れたらね強火で大丈夫ですからね、これね。オクラって実は生でも食べられるんですけども、なんで生で食べないかっていうと硬いからなんですね。もうちょっと柔らかいのが好きな方は1分以下でも大丈夫です。じゃあもうね大丈夫。これでいいんです。トロトロになってくるんです。でこれをザルで焼ける。いいね。で、ザルにあけて、洗いました。はい、で、これを器に盛る。で、なんで洗ったかっていうと、余熱でこれ以上オクラに火が通んないように洗って温度下げたんですね。すごい色に仕上がってますでしょ。塩水で茹でるとこれぐらいのいい色が出るんですね。で、これはこのまま置いといて、今度ね、漬け汁作っていきます。はい、じゃあですね、水 150cc で、ここに調味料を入れていきます。ソーミシャンタンですね。これはね非常に味が決まるんですね。小さじ1半。塩漬けっていうよりね、まあ、塩味の漬けなんで、これ中華スープ漬けなんですね。お酒はね風味も増しますんで、入れた方がいいです。はい、大さじ2杯ですね。おろしにんにく、できれば僕はおろしを使った方がいいと思います。香りが全然違います。生のにんにくをおろした方が僕は美味しいと思います。はい、で次同量の生姜。生姜ね、皮付きでいいです。皮の方がね、香り出るんでね、皮はね、残しておいた方がちょっと僕は美味しいと思います。手についたニンニクと生姜の香りね、これでレモンサワー飲んでいきます。あー、ゆうじ漬けになってきたぞ。ね、ニンニク、生姜が結構たっぷりめに入りましたね。
タコの爪は入れれば入れるほど辛くはなるんですけども、これぐらい、はい、2本ぐらい、まあ、ちょっとピリッとめになりますね。で、火かけます。あとね、塩一つまみ。僕の一つまみはね、結構なんですよ。これぐらい入れるんで、これぐらい入れます。はい、足んなかったら後で足せばいいんでね。強火で沸かしていきます。で、強火で沸かしてスープを溶かすとともに、このニンニクと生姜って結構すごい香りがするんですよ、生だとね。だから火を通してニンニクと生姜の香りを落ち着かせるんですね。沸騰してからね、1分ぐらい加熱すると非常にいい、酒のアルコールも飛んで生姜とニンニクの香りが落ち着いてきますんで。一番大事なのはね、皆さん味見することですよ。ちょっと変な味がしたらアルコールが残ってる証拠なんで、アルコールはねちゃんと飛ばしてください。1分ぐらいで飛ぶと思います。ニンニクと生姜が立ちすぎてないなっていうことを確認するんですね。料理を失敗する方っていうのは大体に味見しない。だからね、塩加減とかもね、本当は自分で調整したから。僕は濃いめですから、これはねもう好みだから、正解なんてないですからね、料理にね。塩加減とかも本当は僕一つまみ入れてますけども、もっと薄い方がいれば塩いらないし、お前のオールを任せるなっていうね。はい、まあ、1分ぐらい沸かしましたんで、これ非常に濃いつけだれができてます。これをドバッとかけていく。ほら、どうですか、いい感じに使ってますね、これね。はい、そしたらここにごま。いいですよ、これ非常に色がいい。これは最高に美味しいよ。粗熱取ったら冷蔵庫で、ね、数時間、1、2時間ぐらいね、1時間ぐらいでも全然食べられます。1、2時間ぐらい漬けておくと非常に美味しいね、漬けになりますんで、できればね、途中でね、かき混ぜてあげた方がいいかなっていうふうに思います。ちょっと蓋開けて粗熱取って、粗熱取ったら1時間冷蔵庫で冷やすんですよ。1時間半後ぐらいかな、会いましょう。はい、ということでね、2時間戦い抜いた私が登場でございます。そして2時間の間、このオクラがどうなってしまっているのか、オープン。まああんま見た目は変わってないですね。途中でひっくり返したりもした方がいいですね。僕ちょっと飲んでて忘れたんですけども、液体が使ってるところが一番味濃いんでね。無限塩漬けオクラ完成です。じゃあ俺はもう我慢できないんで、ちょっといってみたいと思います。いただきます。あー、ちょっと待って、ちょっともう氷とかやんの面倒くさかったんですよ。レモンサワー下の方から取った方がいいね。じゃあいただきますよ。あまりにもうますぎる。ニンニクと生姜がすごい効いててね、ほんとうまい。この塩スープにね、ラー油が合わないわけないんですよね。いただきます。ラー油合う。2時間でもね、結構染みてます。一晩ぐらいつけていただいてもすごく美味しいんで、むしろ一晩ぐらいつけた方が美味しいかもしれない。でもね、2時間でもめっちゃ美味しい。一分茹でたオクラのこのシャキッとか、まだねオクラのね良さがねガンガン出てるんですよね。ということで、ちょっと生贄召喚です。久々の5本目。5本目うっしゃいしゃい。いただきます。オクラ大好き。あ、そうなの、うん、それ新情報だね知らんかった。いただきます。食べてください。うまっ。漬けうまいのよ、うん、オクラってさ、このさ1本の状態であんま食わなくない？食わない食わないでしょみんなこう、なんで輪切りじゃない、うん、輪切り。あと、まあ、これは2時間だから、まあ、そこまで使ってないんだけど、味入れたいなって時はオクラね、ちょっと刻むといいんだよね、まあ、表面にこうザクッと刻んで切れ目入れると中に入ってくから。もうね、3日前ぐらいで作って、これめっちゃうまいなと思ってもうすぐ動画しよう。いや、もう無駄です。ということで、このオクラうますぎて、ちょっと自分のことが好きになりそうです。皆さんもぜひこの無限塩オクラ漬け、ぜひやってみてください。わけわかった。これ居酒屋置いてほしいっていうのを、仲いい居酒屋にちょっと資料まとめて俺持ってくから。ああ、なるほどね。これこれタダでいいから置いといて、うん、これ使ってください、うん、これ使ってて、なんか飲食店の皆さん使っていいの、うん、はい使っていいです。あ、そう、あ、そうだね、そういうアピール。そう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 、うん、店に置いてほしいんですよ。そうだね
なんで、これを置いてくれる居酒屋さんお待ちしております、はい、一報いただければちょっとその近くに行った時に行くかもしれません